距离东京奥运会只有3个月的时间，马上还将迎来黄金周假期。为了集中有效地控制住新冠病毒疫情，日本将对东京、大阪、京都还有兵库县实施暂定为期17天的紧急状态宣言。原定5月2号在宫古岛市的火炬接力，受疫情的影响被正式的取消了。附近冲绳本岛的火炬接力也改为封闭式跑圈，这已经是东京第三次实施紧急状态宣言。东京的民众已经连续2年失去黄金周的乐趣。4月23号，我们在东京墨田区的一个公园里采访了当地的民众，大家显然已经适应了这种生活。どこも行かなかったです。で、今年はいかがでしょうか。今年も予定はないのでうちにいます。できればもっと強い積雪がかかるものを最初から出してほしかったなとは思うんですけど、2回目は正直あんまり意味がなかったかなと、普段と変わらない感じだったので。3回目も、どうせ出すんだったらちゃんとやってほしいし、いやなんか今ぐらい前回ぐらいだったらやらなくても同じかなっていう気はします。やっぱ大変だから、医療従事者とか去年も行ってないんじゃないですかね。基本的には守ってますね。日本は甘いと思いますね。ちょっと緩いと思います、やり方が。もうちょっと厳しくこう制限したりしないとみんな言うこと聞かないんじゃないかなって。やらない方がいいと思います。中止した方がいいと思います。いや、この状況でやったらやっぱりすごいことになっちゃうから、やっぱりもう先に他の国に譲って東京は後にした方がいいと思います。しない方がいいと思います。なぜですか。まあ、コロナウイルスとかもあるからまだやらない方がいいかなと思っています。してもいいと思います。でも無観客とかだったらちょっと怖いですけど、なんか感染対策とかしたら大丈夫だと思います。イスラエルの方だともうすでに2回ワクチン接種したと、ほぼ 80% 以上の人口の人が接種されていると。でそれに対して日本はどうなのかっていうふうに考えると、もうちょっとワクチンの、流通の仕方をもっと真面目に考えないと世界的に迷惑かけるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってますけどね。早くやっぱワクチンをちゃんとね決めていかないと、ウイルスどんどん成長してしまいますから、そこはもうちょっとちゃんとやりたいなって思って。素直な気持ちはあんまりやってほしくないですね。リスクを伴いますよね。オリンピックに出る選手とかも、大切なね、各国のトップアスリートの方たちが例えば日本に来てしまって感染してしまったら、それだけの損害もやっぱり被ってしまいますし、いろいろな理由でやらざるを得ないというのは、あるのかもしれない、当然にあるんでしょうけれど、もうちょっとね難しいですね。なんか距离东京奥运会还有3个月的时间，虽然第三次紧急状态宣言设定在5月11号结束，但传染病指标能否从最高级别的4级降到3级是关键。5月17号，国际奥委会主席巴赫将访问日本，届时东京奥运会能否如期举行将再做判断。东方卫视看看新闻记者孙看看日本东京报道。